したアドベンチャーゲーム。弁護士のケイト・ウォーカーと、カラクリ人形のオスカーが機関車で、ヨーロッパを西から東へ横断し、ケイトの契約相手である老人、ハンス・ボラルバーグの行方を探す物語が展開される。本作の発売以降シリーズ化しており、本作と続編、シベリア2の累計販売本数は2016年6月時点で300万本に達している。 タイトルのシベリアは作中でロシアの北部にあるとされる架空の島の名前で実在のロシアの地名であるシベリアとは英語の綴りが異なる。以降の記述では実在の地域をシベリア、架空の島をシベリア島と区別する。本作のグラフィックはキャラクターは 3D モデルで背景は基本的に 3DCG を元にした静止画で描写されている。 プレイヤーはケイトを操作し、擬似的な 3D 空間として表現された静止画像を移動する。探索を行う中で様々なアイテムが手に入り、これを会話の場面や謎解き箇所で用いることにより物語が進展する。また、ケイトは携帯電話を所持しており、誰かに電話をかけたり逆に誰かから電話がかかって来たりすることもある。ゲームオーバー要素はない。 ケイトウォーカー・オスカー2002年4月17日、ニューヨークの弁護士、ケイトウォーカーは、フランスの小さな町、バラディレーンを訪れる。この町は、かつて、カラクリ人形の製造を行う、地元企業、ボラルバーグ・マニファクチュアリングの、躍進によりカラクリ人形の町として栄えたものの、多様な娯楽の台頭による、需要低下で工場の閉鎖を迫られる状況となり、 今ではすっかり錆びれている。ケイトの目的は、アメリカの大手玩具会社ユニバーサル、遠いカンパニーによる工場の買収の手続きを進めるため、工場の所有者であるアンナ・ボラルバーグと契約を結ぶことであった。ところが、宿泊先のホテルの従業員から、アンナはすでに死去しており、現在まさに葬儀が行われているとの事実を告げられる。アンナは、 生涯独身で相続人がいないことを認識していた、ケイトは今後の相談のため町の交渉人の家に向かう。すると彼は、アンナが亡くなる二日前に、彼女から手紙が届き、そこに弟のハンスが生きていると記されていたことを明かす。手紙によると、ハンスは年老いた、交渉人がまだ若い頃に死んだとされていたが、それは父による虚言であり、息子が後を継がずに、 バラティレーンを出て行ったことを周囲に知られたくないとの一心から行動を起こし、アンナにも口止めを命じたという。そして手紙の後半には、ハンスがシベリアのどこかに住んでいるとの記述もあった。こうしてケイトは、ハンスと契約を結ぶべく彼の居場所を探すことになる。ハンスに関する手がかりを得ようと町の工場の敷地に入ったケイトは、先ほどホテルのロビーで顔を合わせていた。 少年桃と再会する。桃は、生前のアンナが面倒を見ていた子供で、ケイトは桃に導かれて、街外れの洞窟にたどり着く。この洞窟は、幼少期のハンスがアンナを連れて訪れていた、マンモス関連の遺跡で、高所にあったマンモスの人形を取ろうと壁面を登った、ハンスが転落して、体を強打し心身に障害を残すことになった場所でもある。 ケイトは内部にあったマンモスの人形を拾い工場へ戻る。工場の一室でケイトは会話能力を有するからくり人形のオスカーと出会う。オスカーはハンスが設計したもので工場の隣接駅に停車中で同じくハンスが設計した全イ駆動の機関車を操縦する役割も担っているが両足の膝元のパーツがない未完成の状態で放置されその場を移動できずにいた。 ケイトが工場内で見つけた足を装着したことで、オスカーはケイトと共に駅へ向かい、二人を乗せた機関車はバラディレーンを出発する。走行していた機関車は途中でゼンマ米が緩み、大学都市のバロクシュタットの駅で停車する。再び走行するにはゼンマ米を巻き直さなければならないが、そのための装置は停車位置から少し離れた場所に設置されていた。 機関者を移動させる手段を探るため、ケイトが大学周辺を歩いていると、水辺に浮かんだ船に乗る夫婦を発見する。ケイトは船を用いて、機関者を牽引してほしいと依頼するが、ケイトを裕福と見た夫婦は協力金100ドルを請求してきたため、依頼を見送る。ここで、大学の学長から機関者の責任者に会いたいとの伝言があり、ケイトが学長室へ向かう。学長は、 機関車が駅に居座っている現状に立腹しすぐに出て行くようにと警告するが、ケイトが事情を説明するとともに、戦国の船についても触れると、大学の広場にある故障した機械仕掛けの演奏台を直してくれれば報酬を出すと語る。ケイトは奔走の末に修理に成功し、約束通り報酬の100ドルを受け取る。大学校内でケイトは古生物学部の名誉教授。 コロネリウス・ポンスと出会うが、話をする中で、彼が学生だった50年前にハンスと面識があったことが判明する。ハンスは正式な学生ではなかったが特別許可を得て、マンモスに関する講義を熱心に受けており、一方で当時から発明の才能がズば抜けていたという。またポンスは、当時ハンスが口にしていたマンモスの人形の話に、非常に興味を抱いていたと語る。 これを聞いたケイトが手持ちのマンモスの人形を渡すとポンスは歓喜し少しの間預けることになる。ケイトは船の夫婦の元へ戻って100ドルを手渡し、機関車は船の牽引により装置の場所に到達する。ここでケイトの携帯電話が鳴り、ポンスから講義の誘いを受けたケイトは大学の講義室へ向かう。教壇に立ったポンスは 自身の研究を完成させることができたと語り講義を始める。その中では、極北地方に存在するとされるユコール族が戦死時代にマンモスと共生していたとの推測について、マンモスの人形に本物の皮が使用されていたことで実証されたとし、彼らの伝説を信じるならばマンモスは地図上に存在しないシベリア島で現在も生存しているとの説が示された。 その後、国境地帯を警備する陸軍隊員から越境の許可証を得たケイトは、機関車に乗り、バロクシュタットを離れる。機関車は再びゼンマイが緩み、かつての工業都市で現在は、廃墟となっているコムコルツグラットの駅に停車する。この都市はハンスがもたらしたカラクリ人形の技術で発展した歴史があり、廃墟と化した現在もその痕跡が残っている。 ケイトは駅にあった装置で全米を巻き終えるが、直後に機関車の中から出ていく不審な男の姿を目撃する。ケイトが車内に戻ると客車でオスカーが緊迫されており、同時に彼の両手のパーツが盗まれていた。犯人を探すべく、ケイトが周辺を調べていると、廃工場の一室で頭部をマスクで覆った男、セルゲイ・ボロディンを発見する。 街の最高権力者を自称する彼は盗んだのではなく借りただけだと自身の行為を正当化し理由についてオルガンを演奏するカラクリ人形に両手を装着するためと語るそして栄えていた頃の街で開かれたリサイタルで自身を魅了したオペラ歌手のヘレナ・ロマンスキーをもう一度ガイに呼びオルガンの音色に乗せて自分のためだけに歌ってもらいたいと願望を口にする ここでボロディンはヘレナを連れてくれば手のパーツを返すとの交換条件を示し、ケイトはこれに応じる。ボロディンの部屋を後にしたケイトは以前に母親がオペラ歌手のフランク・マルコビッチと親密だと語っていたことを思い出し電話をかける。すると母親はすぐそばにいたマルコビッチにこのことを尋ね、ヘレナは病気で第一線を退いてから 療用地のアラルバットに滞在しているとの回答を得る。ケイトがボロディンの元へ戻り子のことを伝えると、ボロディンは町外れの丘の上にある宇宙開発基地を守る、老軍人からアラルバット行きの乗り物を手配してもらう、よう助言する。基地には元ソビエト連邦軍所属の軍人、ボリスチャロフがいた。彼はかつてハンスが開発したロケット飛行機の テストパイロットを務めるはずだったが、飛行機に核爆弾を搭載するよう命じる国の姿勢にハンスが意を翻して基地を去ったことでプロジェクトが中止され登場機会を失っていた。しかし宇宙へ飛び立つ夢を捨てていないチャロフはロケット飛行機の稼働に協力してくれればアラルバット行きの飛行船の起動方法を教えると持ちかける。 ケイトが飛行機の発射準備を整えるとチャロフは発射直前に情報を伝え、発射を見届けたケイトは飛行船に乗ってアラルバットへ向かう。飛行船はアラルバットの療養施設、エデノールホテルの傍らに着陸する。ケイトはホテルの支配人にヘレナのことを尋ねるが面会を拒絶されたため、監視の目をそらしホテル内に入り込む。 中では、ヘレナの世話をしているカラクリ人形のジェームスから、情報を得て、ホテルに繋がる桟橋へ向かい、そこで、ベンチに腰掛けているヘレナを発見。ヘレナは、遠方から訪ねてきたケイトを歓迎する。室内への移動後、ケイトは熱烈なファンであるボロディンの前で歌ってほしいと、ヘレナに要望するが、ヘレナは喜びつつも、病と老化により声が衰えている現状を伝える。一方で、 現役時代、リサイタル直前で声が出なくなった際に、バーテンダーが作ったカクテルを飲んだところ即座に声が戻ったという逸話を語る。ケイトはそのバーテンダーが働いていたホテルに電話をかけてカクテルのレシピを聞き、エデノールホテルにあるカクテル製造機を用いてそれを再現する。カクテルを飲んだヘレナは前世紀ほどではないものの済んだ声が戻り、要望の受け入れを決意。 ケイトとヘレナは飛行船に乗り、コムコルツグラッドへ寄港する。コムコルツグラッドの工場内部に設営されたステージに立ったヘレナは、カラクリ人形のオルガン演奏に合わせて、ロシア民謡の黒い瞳を歌唱する。そして歌い終えたその時、突然天井から降りてきた鉄格子でヘレナが閉じ込められてしまう。ケイトは錠前をペンチで切断してヘレナを救出し、 カラクリ人形に装着されていたオスカーの両手を取り戻す。すると、どこからかボロディンの声が響き渡り、両手とヘレナを戻すようケイトに対して脅迫するが、ケイトとヘレナは意味介さず、工場から脱出し機関車に乗り込む。ボロディンは全路上にあった巨大なカラクリ人形を操って、機関車の進路を塞ぎ抵抗を試みるが、ケイトは駅の片隅にあった爆弾を用いて、 これを破壊し、無事に、コムコルツグラットを後にする。機関車は、アラルバートの駅に停車し、ヘレナをエデノールホテルに送り届ける。その後、機関車のゼンマイを巻いて、次の目的地へ出発しようとしたとき、ホテルの支配人が現れ、ケイト宛の差出人不明の荷物が届いていると、告げられる。ケイトが箱を覗くと、そこには、マンモスの形をしたカラクリ人形が入っていた。 ここでフロントにヘレナからの電話があり、ケイトを自分のもとへ急いでよこすようにと連絡が入る。ヘレナはコムコルツグラッドでの出来事について退屈だった日常を一時的に忘れさせてくれたと感謝の気持ちを伝える。また続けて自身がホテルに来たばかりの頃、ハンスもこのホテルにいたと思い出を語る。当初のハンスも病を患っており、 工場勤めが長かったせいか、ひどく咳き込んでいたが、後に回復し、ホテルを去ったという。話を終えたヘレナは別れを告げ、ジェームスと共に部屋へ戻る。ホテルの散橋に出たケイトは、ベンチに座る老人を見つける。話しかけると、彼こそが、ハンス・ボラルバーグであった。ハンスは、機関車をこの地へ運んできたケイトに感謝し、これに乗って、シベリア島へ行くと語る。ケイトは、 ハンスと工場買収の契約を結ぶために来たと目的を説明し契約書を手渡すと文字を読めないハンスは即座にサインをする。ここでケイトの上司であるエドワード・マーソンから仕事の確認の電話がかかってくるがケイトは今まさにハンスからサインをもらったと報告しマーソンはケイトを称賛した上で早く帰国するようにと伝える。ケイトが電話を終えると会話を聞いていたハンスは 自分と一緒に来ないのかと尋ねる。その言葉に戸惑うケイトは、これで自分の旅は終わったと口にするも心の中で葛藤を覚えていた。ハンスは別れの言葉を残して機関車へ向かい、ケイトは桟橋に横付けされていたニューヨーク行きの水蒸気に乗り込もうとする。しかし、その瞬間にケイトは意を決し、振り返ってその場から駆け出すと、動き始めた機関車に飛び乗って、 ハンスの旅に同行することになる。本作は漫画家のブノワソーカルによる物語とイラストをもとに200万ユーロと30人の開発チームを投じて18ヶ月で完成した。当初、本作とシベリア2を一つのゲームにすることも検討されたが、開発の長期化が予想されたこと、また、一作目の反省から2をより良いものにできるのではないかとの考えから二つに、 分割することになった。インスピレーションを受けたものについて、ソーカルは自身の家族が第二次世界大戦前にナチス政権から逃れるべくヨーロッパを電車と徒歩で移動し安全な場所を探したというエピソードが物語をデザインする上で大きな役割を果たしたと語り、また社会主義国である東ドイツとソビエト連邦の崩壊時に巨大な産業プラントや軍事施設が 政府から放棄されたという歴史についても物語の設定に反映させている。ありがとうございます。